上昇曹操の宿命的な敵であった呂布は部下の裏切りによって撃たれた。曹操は功績のあった玄徳三兄弟を伴い都巨匠へ凱旋した。これが漢帝国の運命を変える決断となろうとは曹操は知る由もなかった。上昇、この度の戦いご苦労に思う。ありがたきお言葉。ここに控えますのが劉備玄徳です。そちが劉備玄徳か。立派な働きぶりと聞いておるぞ。ご苦労。はは。陳と同じ名の劉だが、そちの先祖はいずこの土地の者か。はい、先祖は中山姓王劉璋の血筋を受け、私はその劉公の子でございます。中山聖王の末裔？それならば陳の一族ではないか。これ侍従長、一族の系譜を持て。はは。漢の慶帝十四子を産む。第七子は中山聖王劉璋なり。章陸上帝皇劉帝を生み、帝廃皇劉皇を生む。劉裕劉皇を生む。皇出仕せず、劉備は劉皇の子なり。間違いございませぬ。劉備玄徳は慶帝第七子の末裔でございます。おお、皇后よ、陳の一族が。はい、それも帝の叔父にあたります。うん、知らなかった。玄徳よ、陳とは叔父、老いの中である。夢のようじゃな。恐縮に存じます。陳は心強い思う。上昇、玄徳に左将軍儀仗帝皇の官位を授けたいと思うが、どのようなものかの。よろしかろうと存じます。玄徳よ、これからも陳の力になってくれ。ありがたきお言葉。玄徳、身に余る光栄でございます。皇后よ、何か祝いたいの。玄徳叔父を迎えて主演をなされては。うん、それがいい。これ宴の支度をせい。上昇、このままでよいのでございますか。帝の叔父と認められた玄徳の立場は上昇より有利になるのでは。宴会でも帝は玄徳玄徳ともてはやしておりました。玄徳がこの巨匠にいるうちは私の手の内にある。何も恐れることはない。とは申しても、この際上昇は帝に代わって天下を。帝育、滅多なことを口にするな。朝廷にはまだまだ忠義を誓う家来も多いのだ。はい、確かに油断はできませぬが。うん、久しぶりに帝を誘い巻狩りをやるか。は？ここらで巻狩りにかこつけて重臣たちの心を探ってみるのよ。それは良い考えでございます。よし、純育、手はずを整えろ。はは。去年の狩場において勇壮な巻狩りが始まった。曹操は自ら帝と靴輪を並べ、腹心の武将に身辺を固めさせた。兄貴すげえな。帝の弓矢は金がビッカビカ光ってるぜ。おい、少しは口を慎め。兄者が恥をかくだろう。おっと。玄徳、いてみ。はっ。見事じゃ。おお。お、よき獲物。上
上将、見てみられ。帝が射止められたのだ。帝が鹿を射られましたぞ。おお謝るな。その鹿を射たのはこの曹操だ。さすがは曹操殿、お見事でした。これも帝のご意向でござる。さて、次の獲物だ。あれ、帝の弓矢を返さねえぞ。許せませぬ。曹操の帝に対するあの仕打ちは臣下としてあるまじきもの。討ち果たして国の害を除こうと、主はなぜ止めたのです。関羽、もしお前が曹操を斬ったら、曹操の武将たちに我々三人は討ち取られていた。いや、その時は我らも負けてはおりませぬ。臣下の前で帝より自分の力を誇示しようとする曹操の傲慢、黙って見過ごすことはできませぬ。お前の気持ちはよくわかる。だがあの時争えば帝にも危害が及んだかもしれぬ。ああ、そうなれば我らの罪となろう。わかったな、関羽。申し訳ありませぬ。考えがそうございました。うん、お前の行動が誰にも知られなかったのは幸いだった。ただ帝のお心を思うと何ともおいたわしい。曹操の横暴に耐えかねた帝は、忠臣として功績ある釈将軍東条に密命を出し、曹操を討つ決意をした。だがこれが大きな波紋を天下に巻き起こすことになるのである。東条、お召しにより参上いたしました。おお、よくぞ参ったな東条。皇后とも話しておったのじゃ。東条は真の忠臣じゃと。そちには長安脱出の際に助けられた恩がある。恐れ入ります。臣下として当然のことでございます。ここには陳の先祖、漢の皇祖から24代にわたる皇帝が祀られておる。皇祖皇帝劉邦、四条の帝朝に身を起こしたまい、三尺の剣を携え、数多くの戦を経て大漢400年の歴史を作られた。それほどの偉大な先祖を持ちながら、朕はあまりにも情けない。今は曹操の操り人形に過ぎぬ。お察し申し上げます。東条、お力になれれば幸せに存じます。うん、よくぞ申した。これからも朕のために頼むぞ。朕の衣と帯じゃ、受けてくれ。はあ、身に余る光栄に存じます。東条、それをよく改めよ。わかったの。はい。帝のご様子、ただごとではない。この極体に何か謎があるのか。東条殿。これは上昇殿。帝に拝謁されてのお帰りかな。珍しい。何でござる、その手のものは。いや、これはいつぞや長安から都を移られた時、賊と戦った功労として御衣と玉体をいただいたのでございます。ほう、今頃になってあの時の恩賞をな。はい、身に余る光栄と喜んでおります。そうであろうな。私にも見せてくれぬか。それはどうした、嫌だと申すのか。いえ、決して。
どうじゃ、私に似合うだろう。譲ってくれぬか。とんでもない、我が家の家宝でございます。そんなに嫌か。何か隠してあるのかな。それほど申されるなら差し上げましょう。冗談だ。人の恩賞を横取りしたとあらば人聞きが悪い。名誉なことだ。大切にするがよい。ありがとうございます。では。栄えるは曹操の一門のみにて、朕は反対する術も知らず、先祖の偉業を思うに、よもとただただ悔し涙に暮れ、天下のまさに危ういことを憂う。東条は国の重臣にて朕に忠になるし、ここに忠義の志士を糾合し、奸賊曹操を討ち、朝廷の権勢を再興させるべし。建安四年春。曹操暗殺の同志はいずれも漢帝国に忠誠を誓う重臣武将たちであった。同志たちは結伴状に署名し、チスとも背かぬことを誓い合った。あるよ、東条は玄徳を訪ねた。玄徳殿、ぜひお尋ねしたいのじゃが、先日の巻狩りの時、関羽殿が刀の塚に手をかけられましたな。曹操殿をお切りになるおつもりであったのかな。返答しかとお聞きいたしたい。東条のやつ、曹操の命令で来たんだ。ぶった切ってやる。待て。では正直に申しましょう。関羽は曹操殿の言語道断の振る舞いについ怒りを覚えて。ほう、長身がすべて関羽殿のような忠誠心があったなら、天下も乱れぬものを。ではこれを。これは結伴状。帝より密書をいただき、曹操暗殺の同志を募りました。玄徳殿、帝にお力をお貸しくださいませ。同志一同の願いでございます。お受けいたします。玄徳殿、ありがとうございます。兄者、嬉しゅうございます。俺ずっとその言葉を待っていたんだ、兄者。だがことを起こすには用意周到を期し、今は軽々しく動かぬことだ。わかり申した。同志の者にも身を慎むように言い聞かせます。しばらくだったな、玄徳殿。噂では近頃畑仕事に精を出しているそうだな。はあ、昔を思い出し暇つぶしにやっております。金もかからず健康にも良いかと。無欲だと思ったが、案外細かい男だな。いや、呼び出したのは他でもない。久しぶりに一献組み交わしたくなってな。さあ、遠慮はいらぬ。はあ、ありがとう存じます。一雨来るか。雨の中で飲むのもまた風流。まあ、あの雲、竜のようですわ。本当に竜が天に昇っているみたい。玄徳殿、竜は変化するがご存知かな。いえ、一向に。竜は小さくも大きくもなる。小さくなれば沼に隠れもするが、一旦大きくなれば雲を呼び、霧を吐き、天空を駆け巡る。竜は天下の英雄にも例えられよう。なるほど。お主は諸国に詳しいが、今の時世英雄と呼ばれる人物は誰と思う。さあ、淮南の炎術あたりでは。炎術は墓の中の白骨だ。今に捕らえてやる。慶州の劉表。孤立功な部下に頼るだけだ。呉の孫策。昭和王と称えられております。気略はあるがまだ小さい。
誠の英雄とは大志を抱き計りごとを持ち天下をつかむ器量を持たなければならぬ。それほどの人物が今の世におりましょうか。いる。今の天下に英雄は二人、お主とこの曹操だ。天地の声、雷が怖いと見えるな。これは集大を。どうも子供の頃から雷だけは。そうか、雷がの。ブレーブロー、下がれ。へっちゃらすんな、兄じゃ。何事か、静まれ。関羽、張飛、呼んだ覚えはないぞ。その御主演と受けたまわり、余興に剣の舞などと思い。そう、張飛流豪傑踊りをパッと。はあ、粗骨者の二人、どうぞお許しくださいませ。まあよい、今日は玄徳殿と楽しく飲めたことでもあるしな。許す。はあ、雷様を怖がる兄者の芝居見たかったな。畑仕事も曹操を欺く作戦だったとは恐れ入りましたな。大事の前、疑いをかけられぬようにせねばならぬのだな。そろそろ腰を上げる時かもしれぬ。北平の高孫さんが河北の袁紹に打たれた知らせは玄徳を驚かせた。共に戦場をかけた同志の滅亡であった。栄えるも滅ぶも武将の常とはいえ、乱世は無常であった。この時玄徳はついに曹操のもとから離れる決意を固めた。玄徳は袁紹と南陽の袁術の同盟を阻止するためと称し、曹操に袁術討伐を願い出たのである。曹操の快諾を得た玄徳は帝のもとに向かった。そうか、巨匠を去るのか。はあ、玄徳殿、都を離れれば東条殿もお気を落とされましょう。玄徳、帝のために誓ってお尽くしいたす所存にございます。ここにおれば狩人の目も光り、何も叶いませぬ。籠の鳥は今大義のために飛び立ち、大空を自由に駆け巡るつもりでございます。ご立派なお覚悟、東条殿も喜ばれることでしょう。玄徳、体を大事にの。はい。またお会いできる日を帝とお待ちしております。はあ、徐州を拠点に袁術を叩くという計画で曹操を欺き、5万の兵軍の引き出しに成功した玄徳は、飛び立つ鳥のように徐州へ向かって出立した。徐州、なぜ玄徳に5万もの兵を与えたのです。これは虎を野に放ったも同然でございますぞ。何、虎を野に放っただと。はい、もはや従えることはできません。玄徳に一杯食わされたのでございます。畑仕事をやり雷を恐れる玄徳に何ができよう。それは計りごと、玄徳の本心ではありません。それほど甘く見ておられるのですか。ん、私は玄徳ほど恐ろしい人物はおらぬと見ておりました。それでは袁紹や袁術を打つのも偽りだというのか。いえ、打つでしょう。しかしそれは上昇のためではありません。玄徳自身のためです。そうか、玄徳め、はかったな。当たれ。曹操の追っ手のようです。やるか、兄ちゃん。待て、一緒に来い。上昇の仰せにて軍と共に巨匠へ帰還されるようにとのことでございます。お役目ご苦労。
だが将は外にあっては訓命も受けざるところはありと申す。私は帝の勅命を拝し上将から許しの言葉ももらっている。しかし上将にも考えあってのことと。改めて意見を受けることもない。このまま帰られて復命されるがよかろう。それともここで一戦交えるとあらば。ではこれにて。よろしいのですか、このままやって。別に首を取れとは言われておらん。戻ろう。かくして虎は乱世の野に放たれた。知性と平和を望む黄金の虎は大きな企みを胸に秘め、明日に向かって牙を剥くことになった。